中国・北京で今日、今年初めての黄砂警報が出され、市内は一面黄色に染まりました。この黄砂は10日から11日にかけ日本にも飛来する見通しです。この黄砂、午後から急に激しくなりました。通りの奥もすでに霞んで見えなくなっています。北京の気象当局は10日午後、今年初めての黄砂警報を発令しました。日本時間の午後5時ごろには、PM10 の値が北京市が設定する汚染基準の最悪レベルに達しました。この黄砂について北京市は、モンゴルで昨日発生した大規模な砂嵐が原因だと説明しています。日本の気象庁によりますと、この黄砂は10日から11日にかけて西日本などに飛来する可能性があるということです。